デニス・スミス・ジュニアは、アメリカ合衆国ノースカロライナ州、ファイエットビル出身のプロバスケットボール選手。NBA のポートランドトレイルブレイザーズに所属している。ポジションは、ポイントガード。2015年12月、トリニティ・クリスチャンスクールから早期に卒業し、2016年1月にノースカロライナ州立大学に入学した。早期に、クラスに参加し、負傷を。 NC 州の医療スタッフとリハビリすることによって、ルーキーイアーで早いスタートを切る機会を取りた。林大学とバートンカレッジとのエキシビションゲーム2試合から新入生シーズンをスタートさせた。デビュー戦は36分出場で5アシストを記録し81から79でジョージア西部大学に勝利した。二千十六年十一月十一日、キャリアハイの十四点を記録し、 セントジョセフ大学を73から63で破った。2016年11月26日、30ポイント、6リバウンド、7アシストを獲得し、ロヨラ大学に勝利すると、2016年12月15日には、22得点、6アシストを記録し、アパラチア州立大学にも勝利した。2016年12月19日、ACC オブザウィークスを受賞した。 2017年1月4日、バージニア工科大学戦の勝利で、トリプルダブルとなる27ポイント、11リバウンド、11アシストを達成し、ジュリアス・ホッチと共に、ノースカロライナ州立大学史上2人目の選手となった。2017年1月23日には、キャリアハイとなる32ポイントを獲得し、6アシストも加えて、84から82で、 デューク大学にキャメロン・インドア・スタジアムで1995年以来となる勝利に貢献した。2月1日にシラキュース大学戦に敗北したもののシーズン2度目となる13ポイント、15アシスト、11リバウンドのトリプルダブルを記録した。ACC の歴史の中で唯一のプレイヤーであり全大学生のキャリアの中で リーグ戦対戦相手に対して2倍のトリプルダブルを記録している。2017年2月21日、スミスはジョージア工科大学イエロージャケッツに対して71から69で勝ち点18を獲得した。2017年3月5日 ACC ルーキー・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した。2016から17年のノースカロライナ州の32試合で 平均18.1得点、6.2アシスト、1.9スティールを記録した。新入生シーズンを終えて、2017年の NBA のドラフトにアーリーエントリーする意向を発表した。個人成績2017年ドラフトで、ダラス・マーベリックスから1巡目9位で指名を受け、2017年7月5日、ルーキー・スケール契約を結んだ。 2017年の NBA サマーリーグでは6試合に出場し平均17.3得点4.8リバウンド4.2アシスト2.2スティールを記録しオールサマーリーグファーストチームに選ばれた2017年11月14日に行われたサンアントニオスパーズ戦でキャリアハイとなる27得点を記録試合はスパーズに97から91で敗れた 12月29日に行われたニューオーリンズペリカンズ戦でキャリア初のトリプルダブルとなる21得点10リバウンド10アシストを記録試合はマーベリックスが128から120で勝利した2019年1月31日にクリスタプス・ポルジンギス・絡ラミの大型トレードによりニューヨーク・ニックスに移籍した2019から2020シーズンは シュートフォームの改造が裏目に出て、絶不調に陥り、平均スタッツは軒並みキャリアワーストとなってしまった。2020から2021シーズンは、プレータイムをほとんど与えられず、チームのフロントに G リーグのウェストチェスターニックスで、プレーすることを直訴した。2021年2月8日に、デリック・ローズとのトレードで、ドラフト指名権と共にデトロイト・ピストンズへ移籍した。 移籍後は、同じポジションのキリアン・ヘイズとデロン・ライトが、負傷欠場していたこともあり、積極的に起用され、2021年3月4日のトロントラプターズ戦で10得点、11リバウンド、12アシストのトリプルダブルを記録した。またこの試合で、チームメイトのメイソン・プラムリーも14得点、11リバウンド、10アシストのトリプルダブルを記録。 ピストーンズの選手二人が同じ試合でトリプルダブルを記録したのは1964年のレイスコットとドニー・ブッチャー以来であった。2021年9月1日、ポートランドトレイル・ブレイザーズと一年契約を結んだ。ありがとうございます。